じゃあ、カンちゃんが前から、いつも毎日、頑張って続きます。で、まあ、最近、すごくいろいろいい結果、気持ちいいけど、最後的に、あいつの、なんと言ったらいいの？もう、クリパ。で、もうクリパどうにかしないとね。じゃあ始めましょうか。クリパもどうにかしないと。で、いろいろ手に入れて、まあ、その、テストしてみないと。とりあえず、いろいろテストの中で、テストしなきゃならないものは、やっぱりスカルク。で、スカルクを、モンスターをちょっと殺して、で、知りたいのが、とりあえず、その、何と言ったらいいの？うん。これだね。触媒が一番大事な、何と言ったらいいの？これが、この全てを生産できるものだという情報を見たけど、一応、この一般ブロック、プラス、この、何と言ったらいいの？苔？この二つは、何と言ったらいいの？全部、電気だったら、線なんだ、線。だから、電流が流す。で、これが、探知する。例えば、動きとか、何かを設置したり、そういう何があったら、あ、なんか、探知されましたみたいな。合図を、もう、一応の範囲の中に送るの。で、送って、この秘めたいスピーカーなんだけど、このスピーカーが何回、なったら、で、伝説のモンスター、ワードンが登場するということも、前々回も何回も説明したけど、俺が知りたいのは、この、基本的なこのブロックと苔じゃなく、これよ、秘めたいと感じたい、これもスポンされるのかという、触媒を作って。だね。だから、あれをちょっとテストをどこでしたらいいのかとしたら、やっぱりスポーナーよ。スポーナー。で、スポーナーでやってみようかとしていて、とりあえずあれをテストをして、見ます。と、あの次に、新しく手に入れた、この、これだね、これ。点滴石？もう、これ、日本語で、その、マインから、日本語ではどう？だから、これ、読み方が、点滴石？これが、うん、点滴石よ。この点滴石を設置したら、これができるね。だから、この、なんと言ったらいいの。まあ、つらら？だからもう、冬になんか、そう、つららができるじゃん。そういうものができるんだよ。だからこれをちょっとテスト。
またいろいろテストしなきゃならないものばっかりあるけど、とりあえず、はい。だからどうすればいいのかとしたら、やっぱり、あちらにもう一回行って、やってみようかなという、いやあちらはちょっとやばいから、またそのワードに登場して大変大げさをやるより、ここで一個を設置をしてやってみた方がやばくないし、だからこの大事なものをちょっと入れて、これも入れて、これも入れて、ちょっと入れちゃってテストしてみるんだ。だからその今無限の闇が内宮とかちょっとあれなんだけど、とりあえずなんと言ったらいいんだろう、今矢が少ないから、じゃあそのここにあるかな。無限どこにあるよ。だから試しをどこでするのかとしたら、無限、これが無限で、OK。だからそのブロックを設置しながら、じゃあちょっと失っちゃったらダメなもの入れといて、無限、じゃあやっぱりここが一番安定で、ここにしようか、じゃあここにして、じゃあとりあえずここに連れてきて殺すんだ。OK。OK。わお。で、すごくこれ殺しても
できないじゃん。だから姫隊と、だからこの中とブロックだけ。だからこのブロックだけできたら、だからどうすれば、しようか。だから今一般ブロックだけ。だからもしこういう一般ブロックじゃなくて、お得ななんかを。うん。だね。こういう。うん。だから、他の、なんとかを、どこだったっけな。だから他のなんとかをこの一般ブロックじゃなくて何かを設置してあれを完全させたら、あれが秘めたいとかなるのか、そうなるのかもうわかんないけどだね。とりあえず保護内求道、だからあれは試して見る必要があって、ここで死んじゃったら、全部経験値になるし、だね。うん、これか。これなんだ。これよこれ。これが姫、これが、この、職場へ。このあたり、ほら、この、経験値が、経験値になる。レベルアップするときにはすごくいいな。これをどうすれば、ちょっといろいろ手に入れるのか。これはちょっと、
誰かがインターネットで質問してみたね。試してみる必要があるね。いらないブロックをちょっと設置して。あれを経験値に返すことができる。前、さっきこの間作ったあの銅のブロック、あ、じゃあ銅のブロックはどうなるのか。金はちょっともったいないからだね。これはどうなるのか。こう設置をしてみよう。これが後でどうなりますかという、とりあえず夜まで待たないとね。 OK、 こうしといて、どうなるかな。もう一個設置しようか。後で回収すればいいから。とりあえず、幸運、レベルアップのために銅が一番レベルアップにいい。ほんと取りやすいし、量すごく出るし、あれを結局溶かしてね、溶かして結局何個溶かしたということに対して経験値になることだから、もう結論的に鉄よりいいんだ。ほんと鉄よりいいよ。だから鉄は量が少ないからね、こういう銅がすごく役に立つんだよ。こういう、ほらもう銅がもう130個ぐらい、だから銅だけすごくばかり取ってね。
あの火鉢に入れといたら、もう経験値すごいの。ここは見たことないね。ああ、ここは結局見たことあるか。結局あちらからあちらに行くと、あれじゃん。発酵、うん？ああ、ここ前の村なんだ。そうよ。住民たちいます？ここも全部全滅じゃないの？ここも多分全滅したと思うけど、村の住民たちがだね、襲撃されて、襲撃をどうにか保護できないと、人間のは見えなくて、豚とゴレム、ゴレムだけ、結局、あれみたいな、ラピューター、だね。ラピューターよ。あ、とりあえず帰りましょう。あ、だからテストを、だから金属のブロックはどうなるのか。あー、遠く来ちゃった。コントローラーがもっと良くなった感じ。じゃあ。じゃあ、すごいな、あちら。じゃあ、ここよ。じゃあ、ここでどうするのか。おう。
すいません。なあ、もうスケルトンたちね。金属は変わらないか。金属は変わらないかな。うん。金属は変わらない。変わることじゃなくて、結局苔がつけられちゃうんだ。だから一般どうでもいいブロックが、強化つな。すごいな。今日のバトルグラウンドすごいアクティブです。結局お得な。どう殺しても あれは結局行って手に取って手に入れなきゃならないんかだね。何回殺しても殺しても結局新しいブロックはできないな。ただこの一般ブロックがブロックに変えることだけ。結局、秘めたいと、感知たいは、お、もう、これどこよ。うーわー。感だな。もう本当にパトログラウンドはやめよう。ああ、もうボケんよボケん。本当にボケん。
保険よ、保険。これだったら、もう絶対に。OK。ほんと、あーもう、ほんとに無駄なことになっちゃう。経験値得たことが。ほんと。忘れ物ないかい？ないかい？もうだから。だから。結局意味ない。じゃあもう一個テストすることが何なのかとしたら、結局、秘めたいと設置してみて、まあこれは意味なかったということが分かったから、ぐらいでいいか。こちらに設置したらいいじゃん。設置してどうなるのか。ああもう本当に死ぬの、本当にそのちょっと死なないようにしないと。今何回死んで本当に経験値を失って、本当に気をつけよう。ああでも本当にこのあのクリパーがね、クリパーをどうにかしないと。ああクリパめ。もう動画このぐらいだったらもうバックアップはもう本当にできた感じ。だからさっき17だったっけ、18だったっけ。もうあの経験値が、タイとスピーカー設置してどうなるのかという、本当にあれはやばいテストだから大事なもの全部入れちゃってやってみます。
で結局その感知体プラスこの姫体だね。じゃあこれをこもう秘めたいと感じたいさえあればいいじゃないの。これ感じたいだね、うん、動いたらこういうで、じゃあここにとりあえず良かった。だから飾りとしてのこの他のところに持ってきたら飾りとしての機能だけするんだ。良かった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 。もうここで例えばワードン同乗しちゃったらもう大変じゃん。結局お得な場所で設置されているあの姫隊がワードンを呼ぶことだという、それが分かりました。それが分かりました。でこれは結局飾りとしての機能して、とりあえずたい、本当に経験値爆発でいいな。ほらブロックが経験値よ、本当にいい、本当に素敵です。じゃあテストは終わりで、じゃあスカルクがどういう機能をするのかが分かりました。またあの何と言ったらいいの、多分あれができない、ワードの別に呼ぶことができないし、感知体を手に無限大に入れることもできない。あれは本当に直接的に行って手に入れるしかない、まあまあもうあちらにばかりあるから、あちらにばかりあるから一個ずつ取ってきたらいいか。まあだね、取ってきたらいい。だから銅ばっかり見えたけど、銅をどうにか見つけようとしたらなんか見えないこの感じ。銅
パカリやったらいいのにな。あ、ここ、前回すごく行ったり来たりしながら取っちゃったんだね。うん。でも最後、一回がたけ確認して、うん。おう。大歓迎です。じゃあ、とはありませぬ。本当にパトログラウンドはやめよう。本当に無駄な、無駄な、あの時間潰し。うわー、当たるかな。当たった。おお、うわうわ、うわすごいな。塔がいっぱい入りました。まあスカルクは以上分かりました。じゃあ次は、天敵石だな。これをどこに設置してどうテストするんだろうとしたら、いいアイデアが一個ができて、
13、14、もうほんと16、もうバックアップできるじゃん。だね。17。だからほんと、どうあればあるほど、もうすごい経験値になるんだよ。半端じゃないよ。もうどう探して旅をしてもいいぐらいの。ほんと。じゃあ、手に入れた点滴石を。どこにどう設置する、どこにどう設置するんだよ。で、結局ここかな。あ、いや、ここはちょっと、ここいいな。ここいいね。だから臨時として、じゃあ、1、2、じゃあこうするんだよ。だからこれが通じるかな、骨の粉が。できない。どうにか植えなきゃならないのか。こうして、だからこれがでかくなるのか、後ででかくなるのか。だね、でかくなるのかならないのかという問題だね。でかくならなかったら生産できない。じゃあここにも設置ができるんだよ。じゃあこれをでかくできない。じゃあこれが後ででかくなるのかという問題だね。だからここにして、だね。
おう。でっかくなったらいいのに。おう。とりあえずこれは試してみる必要があるね。わお。ここにも設置できるの？とりあえず設置をしてみよう。まあ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 このぐらいでいいんだろう。臨時で。だから条件が何が必要なのかとりあえずちょっと設置をしてちょっと試してみて。まあいい。Windows キー間違えて押した。とりあえず、
下に下るものは追加設置ができてもっとでかく設置か。でもあれは育てる形じゃないから、結局2丁設置して2丁得たら生産の概念にはならないから、うん、じゃあどうするのか。そうしたら1、2、お、2つだけ、うん、うん、これはちょっと情報を調べる必要があるな。ね、だね。どうすればいいのか。なぜかとしたら、なんで生産したいなとしたら、この、これで、この余地だったら、ブロックができるんだよ、こういう。だから、これをどうやって生産できるのかに対して、このブロックが無限大に手に入れることができるという話なんだよ。うん。ちょっと天敵石器、天敵石器、どうするのか分かった。はい。だから上に水が必要なんだ。水が必要よ。ならば水が必要ですということは、うん、わかったわかったわかった。上がいらないんだよ。この上に水が必要よ。水が、だからここに
また石材が足りないな。あ、めんどくさい。ばっかり取っちゃう。ああ、早い。OK。OK。じゃあ、これで、うん。もう、これも臨時なんだけど、ここに、じゃあこういうじゃあここに、じゃあこうできたね。できて、とりあえずこれは時間が一応だと思うけど、とりあえずお水をバケツが、溶岩だ。とりあえず溶岩と。じゃあ、溶岩を、はい。寝ましょうか。うん。じゃあ、ずっと雨が、お、雨止んだ。
じゃあ、OK。これで、また石材がちょっと必要だからな。とりあえず、オーマイ。もう、とりあえずこの上を。下を取っちゃって上から育てるようにしようよ。今量が足りないからだね。全部埋めて、下でモンスターたちが、じゃあ、じゃあこれでちょっと足りない部分埋めて。ああ、頼む。完璧になるように。OK。じゃあ、1、2、もちろんその、全部して、だからでっかいのじゃなくて、じゃあこれがでっかくなるのか。条件は上に水があること。見守ってみましょうか。じゃあ、はいはい、
とりあえずこの水が。じゃあ上に設置完了。じゃあこれで完璧な、まるで水泳場みたいなんだけど、あ、ここ水泳場にしてもいいな。じゃあそうしたらすごくこの水が落ちちゃうので、このこれがでかくなるのか、あれはやっぱちょっと待つ必要がありますよね。うん、見守ってみましょう、見守りましょう。じゃあ二丁テスト終わって、で、もうこれは終わったテストじゃないけど、とりあえず設置は完了。どうなるのか、次のか、次回確認みんなでしてみましょう。お！ああ、もうテスト終わった。でかくなる。でかくなる。でかくなります。これで多分生産ができますよね。1個ずつ設置して、OK、でかくなる。意外にテスト早めに終わりました。はい、じゃあバランスよく設置して、で、後で切ったらでかくなっているはず。じゃあ、いいな。じゃあ、ここまでしましょう。はい。かんちゃんのマインクラ、プサンカンペでした。面白かった。みんな、おやすみ。